まあ、誰が注目になっていくかということですよね。そうですね。今キックオフです。エブリンから長岡、長岡のシュート、ここに向かってしっかりついてきてますね。この試合最初の得点は山本。長岡前空いていますが、スリーポイントシュート。長岡の連続得点でトヨタ自動車5対0。はい、そしてね、かなり力強くなりましたしね、やっぱり要所でしっかり決めてくれるね、強さっていうのもね、あのプラスされましたね。いやーすごい。ここは長岡が奪って13点目。ちょっとボール受けてもしっかりちょっと強くいっていう場面が多いですかね。そうですね、もうスティールされてそこ持ってかれるか、やっぱりされそうになってなかなかこううまくいかないかっていうのがね、今日のゲーム現れますよね。この長岡、あ、すごい気迫素晴らしいガッツ出てますからね。町田、ここも落ち着いて決めてくる。さすがですね、町田選手ね。一気に行きます。逆サイドにはステファニーがいます。山本のスリーポイント、ここもしっかり決めてきました。山本舞、山本選手もね。町田、おこえ、あ、うまい、決めてきます。はい、今日注目選手にも挙げてもらいました。おこえました。内野のスリーポイント、いいですね。2本目ですね。第1クォーターの終盤でもスリーポイントですね。町田、うわ、落ち着いてますね、町田選手。やはりつなぐのはこの人ですね。そうですね。町田、やっぱり町田選手ですね。ここでという時の1本あって、まあ、うまく、ね、スペースができましたよね。はい、でもチームプレーですね。町田が沈めに、さあ時間がありません。どう作っていくか。町田自分で持っていく。ここは町田が強さを見せます。素晴らしい。絡んでいるこの宮澤です。昨年の皇后杯 MVP、 5年連続でベスト5にも選出されています。篠崎のシュート、おー、やってきました。ベンチも喜びます。富士通、これで富士通が逆転。手を立つ同士だったのが、まあ、今みたいにドライブインからね、あの逆に自らのショットだったりとか、周りにパスをしっかりキックパスをして、あの周りを使うようなプレーというところがやっぱり徐々に出てきてますので、はい、ここで非常にちょっと回避できるんじゃないかなと思いますけどね。はい、篠崎い、ここで決めてきます。今日注目選手にも挙げてもらいました篠崎美桜、連続と声に押されてという部分もあるでしょう。この皇后杯、篠崎のアタック、連続得点、いや素晴らしいですね。はい、ハワイのアタック、バスケットカウントエブリン取りました。今の粘りましたね。ここで、はい、今みたいに河合選手がドライブインを仕掛けたりとか、まあ、そうすると少しリバウンドなんかにもこう入りやすくなってます。三好、そして山本の5人です。山本のアタック、決めてきます。1対1で仕掛けられましたね。決まったんですけど、やっぱここついていきたいですね。はい、今度は篠崎、中村、中村のシュート、ーよく決めましたね、中村選手。ここで中村、はい、長田、ショットクロック時間がありませんが、長田、最後はステファニー、ここも合わせて43点目。おっ、わあ、ナイスティール。ここで篠崎、スティールから得点へとつなげてきました篠崎美桜、これで10得点目。まあ、ディフェンスなんかのね、この機動力っていうところもやっぱりベンチで休んでると、またこうためてコート上でこうエンジン回せます。2年目ですか、ね、2年目でこの落ち着きはすごいですね。本当ですよね。引き出した相手がスリーポイント決めて、また篠崎がここで決めてきます。ガッツポーズ出ました、ビジネスヘッドコーチ。宮澤、松田、残り1分30秒切りました。
町田のシュート、ここも町田落ち着いてる。山本のスリーポイント、もうこの、ペースで打っていきたいですね。シュートは1分9秒8の再開です。ショットクロック残り13秒。ここは落ち着いて町田からオコエ、61点目。今日オコエ選手も、特にそうですね、オフェンスの部分で、しっかり対応策といいますか、やっぱりスクリーンスイッチをした時のやっぱり攻めのやり方を少し変化 しましたので、結構動きのあるような、ね、プレーが出せたというところでは、最後まで攻め続けられた要因の一つにはなっているんじゃないかなとは思いますね。はい、ご覧の通り準々決勝の第4試合が終了しました。62対55、富士通レッドウェーブが勝利して準決勝に駒を進めました。このベンチの様子もご覧いただいていますが、笑顔が弾けます。はい、去年も、ね、ここで、ね、エネオスに負けてますんで。そうですよね、去年の壁を一つ越えたというところではちょっとホッとしてるんじゃないですかね。